蝶智くん、蝶智くん、蝶、智くん、蝶智くん。1956年6月20日体は、囲碁のプロ騎士。名誉名人、25歳、本因坊。韓国釜山広域市出身。日本棋院所属。血液型は B 型。北に実る球団門下。本因坊10連覇の功績により、特例で60歳未満で名誉称号を名乗ることが、でき。 2016年6月19日まで、無冠の際は25歳、本因坊内君と表記されていた。数々の大一番で見せた勝負強さから、七番勝負の鬼の意味をもとった。タイトル獲得数歴代1位、七大タイトル獲得数歴代2位、大みかん達成、史上初、グランドスラム達成、史上初、本因坊位獲得数、連覇数歴代1位、明治2位、 歴代一位、規制位、歴代一位、対、機動賞最優秀喫賞9回、歴代最多、中裁賞9回、歴代最多、公式戦、通算1500賞、史上書など数々の記録を保持している。おじに、囲碁騎士の長男鉄、兄も、囲碁騎士の長小園。1956年6月、韓国のソウルで生まれる。父方の祖父は、 地方銀行の支店長でかなりの資産家、母方の祖父は地方財閥で役人が出入りする家だった。しかし朝鮮戦争後は地君の父母は無一文になっていた。地君は兄が三人、姉が三人の七人兄弟の末っ子。一度改名しており前の名前は公園だった。一、二歳の頃、家の外でお坊さんが通りかかり、名前を変えれば、 この子は将来必ず大成すると言われて改名した。子は4歳頃から打ち始めた。父も打てたがかなり弱かった。父は鉄道会社にわずかに勤めたことがあるものの、無職だったので暇を持て余し、地君を5階所に連れて行った。子を覚えて1年くらいで、アマ5段になった。先に、長兄の長小園が来日してきた二道場に入門していた。 韓国では叔父、長男鉄に次ぐ打ち手だった、小園だが日本ではレベルが違いすぎた。そこで小園は家に手紙を出して、僕はもう遅かった。今からでも間に合う。チくんを日本で鍛えてもらった方がいいと、両親や親戚の説得を始めた。父は、もう反対したものの小園の説得に負けて、しぶしぶ承知した。この6歳までの記憶はチくんにはないという。 来日した日から、北にのうち弟子として、四谷道場に住み込み始めた。その頃道場には10人くらいのうち弟子と、同数くらいの通い弟子がいた。門下になった翌日に、北にはじめもん100段突破祝賀会が開かれ、そのアトラクションの一つとして、当時6段だった、林美穂、元名誉天元二五置きで打つことになった。118手で中押し勝ちした。 父は日本語が達者で会話も読み書きもできたが、ちくんは日本に来るまで日本語を知らなかった。しかし来日後すぐに覚えベラベラと喋れるようになり、口の減らない子供となっていた。また様々ないたずらをした。7歳で日本棋院の院生となった。それまでの入団最年少記録は、林美穂の13歳だったが、ちくんは来日前後から10歳までに入団して、 新記録を作るだろうと予想されるなど、大きな期待を寄せられていた。しかし十歳までのチ君は怠け者であり、修行に身が入らなかった。北に登場の方針も、強制的には勉強させないというものだったためより、不勉強になってしまった。そのため毎回入団定の順予選の段階で、落ちていた。周囲の落胆は大きく、チ君は早くもただの人かといった批判が広まった。 学校は東京韓国学院という在日韓国人の指定のための教育施設に通った。入学した途端、典型的な落ちこぼれになった。小学1年から登校拒否になった。道場から出ると兄の小園の住むアパートで暇を潰していた。土曜日だけは授業が半日だったのでずっと無遅刻、無欠席を通した。学校の先生からも見放されていた。 運動会にも遠足にも一回も参加しなかった。中学を卒業して高校にも一、二ヶ月在学したが退学した。入団に失敗し続けてたある日、二番目の姉から呼び出され、ちくんちゃん、どうするいくらやっても毎年入団がダメなら、それはそれで仕方がないから、姉さんと一緒に韓国に帰りましょう。いつまで日本にいても、しょうがないものねと言いい涙した。 それを見たチクンは無償に悲しくなりまた姉を悲しませた自分が無償に腹立たしくなってき。そしてしっかり勉強して来年入団できなかったら韓国に帰ると約束した。この時もし韓国に帰ることとなったらみっともなさのあまり死を覚悟したという。それからはよく勉強した。1968年に11歳9ヶ月で入団手合の準予選を上がり、 予選を勝ちそもまま本戦も通過して入団した。入団してからは碁を打つことが生きがいとなった。同年二段に商九1969年三段に段。談。1970年四段に商談。地君が十三歳の時、兄弟子の石田義夫、現、十四歳、本因坊集法が二十二歳の史上最年少で本因坊位を獲得する。 この頃石田に続けて何曲か先で打ってもらい、その時の後の印象が今でも鮮明に記憶に焼き付いている。1971年、15歳で5段に昇段。1973年、新英トーナメント戦に優勝し、初タイトル。大手愛33連勝を記録。6段に昇段。1974年に、北に道場が四ツ谷から、 神奈川の平塚に移った。その際、年長の弟子は皆独立したためちく君が一番の兄弟子となった。この時一緒に移ったのは、信田成人、元六段と、園田康隆、元九段の人。1975年、12年間のうち、弟子生活から独立。この年、日本棋院選手権、天元戦の前身の挑戦者となった。 相手は、坂田坂尾球団、現、二十三世、本因坊英治五番勝負で、第一局、第二局を勝ち切り、あと一勝てば、優勝というところで、韓国からも新聞社の取材班がドット押し寄せた。あと一勝というところで、それまで張り詰めていた気持ちが、わずかに緩みに連敗。最終局でもう負けようのない形勢になるも、最後の寄せでポカ押し逆転負けを食らった。 この敗戦で、今まで自分の強さだけしか見えなかったものが、急に相手の強さと自分の弱さが見えるようになった。プロ実決戦に優勝し、初の公式タイトル獲得とともに、タイトル獲得の当時最年少記録となる。7段に昇段。1976年に、第24期王座戦で、兄弟子、大竹秀夫と対局。2から1で破る20歳5ヶ月で、 大座獲得。名人リーグ入り。1977年結婚、後に一男数ずを設ける。1978年八段に商九1979年、本因坊リーグ入り。第四期五聖戦で、大竹秀夫九段を3から0で破りタイトルダッシュ。1980年、第五期名人戦で、大竹秀夫名人を4から1。 一無勝負で破りタイトルダッシュ。韓国に帰国し、文化勲章を受賞。1981年に4月球団に昇段。第36期本因坊戦で、兄弟子の武宮正樹本因坊を4から2で、破り史上4人目の名人本因坊となる。第6期名人戦で、兄弟子の加藤正夫球団を4から0で破り、防衛。1982年、 第7期名人戦で、大竹秀夫球団を4から1で破り防衛。第37期本因坊戦で、弟,弟弟子のライバル、小林光一球団を4から2で破り防衛。第20期十段戦で、大竹秀夫球団を3から1で破りタイトルダッシュ。鶴木義、十段、本因坊、名人の4冠を制す。1983年は、第7期規制戦で、 藤沢秀幸に挑戦し、3連敗後の4連勝で、タイトル獲得。大みかん達成し、帰省位は、その後3連覇。第8期名人戦で、大竹秀夫球団を4から1で破り防衛。千葉市に移住。第30回 NHK 杯優勝。1984年、第9期名人戦で、大竹秀夫挑戦者を3連敗後4連勝で破り、防衛。 名人に5連覇、名人戦史上初の名誉名人の資格を得る。賞金ランキング1位。第3期 NEC カップ優勝。第8期規制戦で林、解放球団を4から2で破り防衛。1985年は、第9期規制戦で、竹宮正樹球団を4から3で破り防衛。第4期 NEC カップ優勝。 1986年1月6日、交通事故で、全治3ヶ月の重傷を負う。車椅子での対局となった、帰省戦で、小林光一にタイトルを奪われ、無冠になるが、8月、第11期五星戦で、大竹秀夫球団を3から0で破りタイトルダッシュ。1987年に、第13期天元戦で、小林光一天元を3から2で破り、 天元位を獲得、史上初のグランドスラム、生涯7大タイトル制覇を達成。1988年第14期天元戦で、園田勇い19段を3から2で破る。第26期10段戦で、加藤正雄9段を3から2で破りタイトルダッシュ。1989年、第44期本因坊戦で、竹宮正樹本因坊を4から0で破り、タイトルダッシュ。 第27期縦断戦でリン、解放球団を3から0で破り防衛。1990年第45期本因坊戦で、小林光一球団を4から3で破り防衛。1991年第46期本因坊戦で、小林光一球団を4から2で破り防衛。第1回流星戦優勝。世界囲碁選手権富士通杯で、決勝で、 中国の戦右兵球団に不戦勝し優勝。この頃より内弟子を取り始める。1992年に第47期本因坊戦で小林光一球団を4から3で破り防衛。第39回 NHK 杯優勝。1993年は第48期本因坊戦で山城博士球団を4から1で破り防衛。本因坊以後連覇、25世。 本因坊の資格を得る。第三回流星戦優勝。1994年、第18期棋聖戦で、小林光一から棋聖位を奪還。翌年、弟弟,弟子の小林里に奪われるも、翌々年再び奪還。第49期本因坊戦で、片岡里志団を4から3で破り防衛。第42期王座戦で、 加藤正雄球団を3から2で破りタイトルダッシュ。賞金ランキングで10年ぶりに1位輝く。1995年は、第50期本因坊戦で、加藤正雄球団を4から1で破り防衛。賞金ランキング1位。1996年は、第20期規制戦で、小林里志規制を4から3で破りタイトルダッシュ。第21期名人戦で、 竹宮正樹名人を4から1で破りタイトルダッシュ。賞金ランキング1位。11年ぶりに名人ダッシュ。2度目の大見館達成。翌年も保持。第51期本因坊戦で、隆治君七段を4から2で破り防衛。第43回 NHK 杯優勝。賞金ランキング1位。1997年、第21期規制戦で、 竹宮正樹球団を4から3で破り防衛。第22期名人戦で小林光一球団を4から2で破り防衛。第52期本因坊戦で加藤正雄球団を4から0で破り防衛。1998年の第53期本因坊戦で王立正球団を4から2で破り防衛。本因坊移連覇。第22期規制戦で 与田ノリモト段を4から2で破り防衛。第23期名人戦で、王立リ球団段を4から2、一無勝負で破り防衛。賞金ランキング1位。1999年の第24期名人戦で、与田ノリモト段を4から1で破り防衛で4、連覇。第23期規制戦で、小林光一球段を4から2で破り防衛。 賞金ランキング6年連続1位。2000年第19期 NEC 杯優勝。2001年の第49期王座戦で王立聖球団を3から0で破りタイトルダッシュ。第20期 NEC 杯、早碁選手権戦優勝。2002年に名人戦挑戦。第35回早碁選手権戦、第9期ヤゴン、桐山杯優勝。 タイトル獲得65となり23世、本因坊英二を抜きタイトル獲得数史上1位。2003年、韓国の僕久しくん球団に2から1で勝利し、第8回サムスン火災敗世界オープン戦優勝。国際棋戦で12年ぶりの優勝。2004年の第2回ジャルスーパーハヤゴ優勝。2005年には48歳7ヶ月。 入団から36年9ヶ月で、史上3人目の通算戦2 0 0勝を達成。同年、第43期縦断戦で4連覇中の王、立成から十団段位を奪還。2006年の第44期縦断戦で、山下敬語規制を相手に十団段位を防衛。2007年 NHK 杯後トーナメントで11年ぶりに優勝、通算70個目のタイトル獲得。さらに、 同年4月第45期縦断戦で、山下慶穂規制王座を3から2で破り防衛。3連覇し、タイトル獲得数を71へ更新。アゴン、桐山杯準優勝。2008年に51歳11ヶ月、入団から40年2ヶ月で、史上2人目の通算戦3 0 0勝達成。第32期規制戦挑戦者。NHK 杯準優勝。 2010年の王座戦予選 A で、林完結に勝利し、入団から公式戦、通算戦364勝を挙げ、林美穂を抜いて勝ち数史上1位となる。アゴン、桐山杯準優勝。2011年、第1回後マスターズカップ決勝で、ライバル小林光一球団に勝利し優勝。タイトル獲得数72となる。 2012年の NEC 杯準優勝、囲碁マスターズカップ準優勝、9月27日、史上初めての公式戦、通算1400勝を達成。2014年の第4回囲碁マスターズカップ決勝で小林里志球団に勝利し優勝、タイトル獲得数73となり、2015年の 第5回以後マスターズカップ決勝で、竹宮正樹球団に勝利し優勝。タイトル獲得数74となる。2016年6月20日に、満60歳の誕生日を迎え、名誉名人を名乗ることになる。11月人工知能のディープ戦後と対決。第2局は負けたものの、第1局、第3局で勝ち越した。5年ぶりに、賞金ランクで10位以内に入る。 8位。2017年4月27日に、史上初の公式戦、通算1500勝を達成。11月20日、韓国キーイン総裁敗死に愛護リーグで MVP を獲得。2018年、第5期大船敗シニア最強者戦優勝。2019年5月20日、死守候補賞を受賞。国内帰戦色付きは現在在位。 他の騎士との比較は、以後のタイトル在位者一覧を参照。国際棋戦、序盤は、徹底的に実利を稼ぎ、その後相手の模様に入ってしのぎ勝負に持ち込む、実利派。読みの鋭さは随一であり、普通なら、侵入不可能とされる相手模様でしのいだり、到底攻めの対象とならない石の壁をもぎ取ったり、するなど、大一番に進化を発揮する。 極めて勝負にこだわる性格で、常に最強の手を打とうとする。非常な超高派として知られるが、同時に早子でも多くの優勝歴を持つ。気象瞳シリーズその他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。